こんばんは、ジャンジーです。いつもありがとうございます。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。そう言いたいところなんですが、動画撮れてませんでした <laughs> <laughs> 申し訳ございませんですが、なぜかね、あの動画は撮れてなかったんですけど、音声だけ残っておりまして、でね、その、フコピアンビーチで一番最初に見たポケモン、ジャンチーにとてもゆかりのあるですね、ホエル王というポケモンだったんですけれども、あのまあ残念ながら、あの動画はないんですけれども、ジャンチーが初めてホエル王と遭遇した時の音声がありますので、そちらをご覧ください。 そして、そのままですね、本編に移行いたしますので、よろしくお願いします。おぉ。あ、ピリップ。あー終えるのよし、2回目。さあ、始まりました。さあ、まず、蛍光ちゃんからいきたいと思います。蛍光ちゃん、リンゴだよー。蛍光ちゃんはね、リンゴ。おぉお。わ あの,ごあの蛍光ちゃんの行方は誰にも分からなかったシュピおいおいおいマジかよなんかねサメ肌絶対当てたらこっち来ると思うんだよねあ警戒してる警戒サメ肌ほらリンゴラッシュじゃほらそして取るおいしゅあっちょちょちょ,ちょーこの海真っ赤に染まるぜここはね絶対ねギャラドスの親分がねそのうち出てくると思うんだよあっ掃除できるって

そして戻るここでピーキャピー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 って出ますけどピーキャピーキャ言ってますけどギャルたちかなふう忙しい一瞬も気が休まらねえおおおおあこっち行ってみようかじゃあこっちまだ来てないねギャーモメーブルーボールこれえー、めっちゃ綺麗ちょっとりんごへえー、普通にめちゃくちゃこれ 景色だけ見るのも楽しい。ああああ飛び出す中身あ、悪いことしちゃったな、なんか。大丈夫戻れたかなあの子。おーうちい, <laughs> いいねえ。喉か。あ、ドイヒーがいるじゃんドイヒードイヒーあ、サンゴサンゴサンゴ,サンゴ,サンゴでいいね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 よしよしよし。いよ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 いいよいいよ,いいよ,い,い,よいいよ。サンゴちゃんたち、おいで,おで。い OK。よし、レベルが上がった。さあ、っていうことは、ここは小さな変化タイムですね。また話があるそうです。じゃあ、戻りますか。あ、新しい場所です。おおこれは激ツなのではネオワン号は海に潜れないから <laughs> 出ました海装してみたらコメ切るようになりました。海どこレッツゴーすげえあ、いるじゃんおおタスアップで。 取ってみよういつもと同じで大丈夫かしこまりましたこれさリンゴどうなるの重力関係はあおおいるいる,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 いるリンゴ置いってみようとりあえずまずは普通に取っていくかいいねよし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 ,し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 お違うっサーチがこちらおっ ピピンクラス怪しいこれは音系かなあでも蛍光ちゃんがいるねあああああかわいいあいいねおおおおおおネオラント何この子知らないニモじゃんニモシリーズの子じゃんおおあっじしいどこだああれここだ あ、クリスタルフラワーね。なるほど、なるほど。桃色だ。なんか、入った2も。あ、いた吠える子がいる上にはいたからの、おお話ししてなーい顔、おーおおお話しなかった喧嘩しましたね、これ完全に。縄張り争いかな。あー、タコあ、昼雨波段。なにここ。絶対通りたくね。<laughs> こんなところ <laughs>。怖すぎる <laughs>。ちょっとリンゴだけてみましょうか。 あこっち側行くんだあなるほどおおこんなおお,ーおいいねあっハリーセン掘るさっきのところの下なんだなここはあハリーセンゾーンだなんかこう実際にこの海の中のポケモンっていいですね

おいいね,いいねおぉびっくりしてるかわいいあおここダンスしてんなみんなおぉおさあネオラントどうでしょうかこの子は初めてのポケモンでしたねその後コイキングからこういう海のポケモン魚系ってだいぶ進化しましたねだいぶかわいらしくなりましたね

おーわあっあっすっあっあっかわいいあれここなんかあれあっえっちゃんがもしかしたらネオラントになるんだネオタランじゃない待ってかわいい親子かわいいいやーすごいほんと海の中これこれ結構リアルなんじゃないのかなおいでねいでねいね2もよし う当てた。ラブカース。謎の生命体、ラブカース。はい、いたいたいた。出ました、出ました。ピー。当てた。うわヒージョにされる。あ、逃げた。おここ。ここちょっとね、でも怖いんだよね。ここ、フーっていくところ。なんか、体が無重力な感じになる。なんか、あの、ジェットコースター乗った時みたいになって、ヒュッてする。これがタマヒュンというやつか。ヒュッというやつですね。 おおちょっと怖いもんこれそこまだあるしなんか奥にあるしこれ絶対海底とかありそうじゃないおおあすごい腹吠えるこのあの海の感じもすごい綺麗あはあ癒されるはあ海の神秘をジャンチーは生まれて初めて感じている ウェイローも知らないんだけど、海も知らない女だからね。なんだ、ここ、わあ、ひゅう、たまひゅん。これ、たまひゅんだ。ひえ。これ、絶対、つか、この海底の下行けるようになるでしょそんな気がする。で、ほら、ちょっと、この、なんか、ギザギザする感じとか。はい、癒される。はあ。すごい。ほお。なんて、美しいんだ。はあ。 生命のなんかこう息吹を感じる海のこの、はあー、はあー、なんてこった。すごい今ね、体が今ね、海の中にいるような気分です。まあ、入ったことないけど。おー、はあー、なんと美しい世界。これがジャッジカワの撮る世界。<laughs> これが私が撮りたかった世界。はあー、おー、綺麗な海。さよさよと泳ぐ満タイン。 そして毒クラゲ。おお。これが。海。おあ、やべ、ポケモン取るの忘れてた。